ファイル。コンピュータにおけるファイルは、コンピュータでデータを扱いやすくするための仕組み。場合によっては、データセットとも呼ばれる。ファイルは、データのやり取りを行うための統一的な仕組みである。言い換えると、ファイルは、センサやプリンターなどの外部装置、周辺機器などが該当する、あるいは他のプログラムへ、動的なデータの入出力を行う。 パイプを参照のことためのものである。ファイルはハードディスクや USB メモリなどの記憶媒体にデータを保存するためだけのものだと得られがちであるが、記憶媒体への入出力も記憶媒体という装置への入出力に過ぎない。他にもディレクトリをサポートするファイルシステムでは、ディレクトリはファイルを格納するためのファルと見なすことができ、インターネットを実現するために、 重要なソケットもファイルに抽象化されているなど多様な利用の形態がある。かつてのパンチカードのような紙媒体あるいは磁気テープといったシーケンシャルアクセスに強い媒体では連続した領域にデータを書き込むことが一般的であったが近年のファイルシステムは磁気ディスクなどが持つランダムアクセス性を活かして不連続な領域にわたってデータを保存することフラグメンテーションが多い。 これはアクセス速度が遅くなる代わりに無駄になる領域を減らし、より多くのデータを格納することにつながる。ファイルにはアプリケーションが作成したデータの他に、ファイル名や様々な属性があり、この属性はファイルシステムに依存する。ファイルの中に入れるデータの種類も様々である。例えば、コンピュータプログラムが入ったファイルがあり、これをプログラムファイルと呼ぶ。同様に、 データベースファイル、文書ファイル、表計算ファイル、画像ファイル、音楽ファイル、動画ファイルなどがある。これらをファイルフォーマットと呼ぶ。ファイルという言葉がコンピュータの記憶装置に関連する用語として使われ、始めたのは1952年で、当初はパンチカードに格納された情報を指した言葉だった。初期の頃は格納されている中身の情報よりも 装置自体をファイルと呼ぶことが多かった。例えば、IBM350 のディスク装置は、ディスクファイルと呼ばれていた。1962年の CTSS では、ファイルシステム機能があり、一つの補助記憶装置上に、複数のファイルが存在するという形態が登場した。これが、現代的な意味でのファイルの始まりである。CTSS では、 ファイル名が二つの部分で構成されていた。一つはユーザーが読めるプライマリ名で、セカンダリ名はファイルの種類を表していた。このようなファイル名の構成方法はマイクロソフト、Windows などの現代のオペレーティングシステムにも受け継がれている。古い用法、情報を格納するものをファイルと呼ぶ使い方はほとんど見られなくなったが、例えばレジスタの集まりを レジスタファイルと呼ぶのは古い用法の名残である。非常にシンプルな基本的な構成のコンピュータではファイルというものはない。使用時に手入力というものもある。これを再利用可能とするため、一度に取り扱うデータを外部の記憶媒体にアウプットした集まりがファイルである。コンピュータのファイルはそれぞれ各アプリケーションが作成し使用するデータである。ため、 ファイルとはアプリケーションが認識すればよく、従来型の多くのコンピュータでは使用するアプリケーションを選択してから、そのアプリケーションで使用するデータのファイルを指定した。しかし、オブジェクト指向の考え方を導入し、使用者を中心に置いた Apple のマッキントッシュにおいて、ファイルの取り扱いにリソースの概念が取り入れられた。ファイル内にデータと共にリソースを保管したことで、 ファイル作成後は、そのファイルを選択すれば、例えば GUI 画面上でファイルを選択するため、ダブルクリックすれば、オペレーティングシステムによって、最適なアプリケーションが選択される、起動されるようになった。一般的なパソコン利用者には、どんなアプリケーションで作ったかを事前に思い出すことく、作成済みのファイルの名前さえ識別して選択すれば、適切なソフトウェアが起動されるようになり、 これにより使い勝手が向上した。あと、Windows においてこのリソースの概念は使用者には、拡張子によるアプリケーションの関連付けとして、提示されるものとして知られる。ファイルの区分の一つに、バイナリファイルとテキストファイルに対別する考え方がある。この二大区分の考え方の基礎には、データをすべてバイナリファイルとして取り扱う、UNIX において、 文字情報だけのテキスト情報を識別する意味があり、UNIX の考え方を引き継いだ、個人利用用コンピュータオペレーティングシステムの DOS や、Windows、Macintosh などでもこの考え方が適用されている。バイナリファイルとは、コンピュータ内部で、プログラムが直接処理するデータ、ビット列をそのまま格納するもので、そのビット列の意味するものは、各アプリケーションソフトごとに異なる。 一方、テキストファイルとは、そのビット列がある基準で制定された文字コードに、従ったビット列が格納されているものである。テキストファイルとは、ある基準の文字コード、ビット列のみで構成された、バイナリファイルと同じもので、バイナリファイルの一種を特別扱いしている。テキストファイルはそのデータビット列定義が、文字情報という、広く使われる情報であるため、言い換えれば、バイナリファイルは、 データビット列定義が各アプリケーション固有。一方テキストファイルは標準化されたビット列定義を持っているファイルとなる文字情報だけを取り扱うテキストエディタ等 Windows ではメモ帳等バイナリファイルはいわゆる文字化けを起こすのに対してテキストファイルは当然ながら一定の文字列となって表示される今日広く利用されている ワープロソフトで作成された文章ファイルは、文字情報だけでなく、文字の大きさ、色、列情報、ページ情報、など様々な固有データを取り扱うもので、そのファイル形式は、バイナリファイルの一種となる。ここでのテキストデータとは、アイウェオの、アやイそのものしか表さない。あの文字の大きさ、本と、あざまた、イの色などは含まない。しかし、改行や、空白などは含まれる。 タイプライターの時代の文字の概念がコンピュータ化されたもの。バイナリファイルはアプリケーションが固有に定義したデータ列であるが業界で標準化されたデータ形式を含んだものもある。またアプリケーションが稼働するオペレーティングシステムで標準化された構造となっていることもある。例えばファイルの先頭部分あるいは末尾部分など それぞれに定義された場所に定義されたデータを含む。これらの情報を参照し、データ種別やデータのフォーマット、そのバージョンなどを判断する。データが自分が作ったものでない場合、パソコンにすでに導入されているソフトウェアで開けるかどうか確認する場合など。バイナリファイルをビット列として扱うソフトウェアとして、ビット列を直接編集する。 これを低レベルと表現するソフトウェアがある。これはバイナリエディタと呼ばれる。絵を描くなど人間の動作に近いことを行うアプリケーションを高レベル、ビットをオンオフするなどコンピューターよりの仕事を行うアプリケーションを低レベルと呼ぶ。これはアプリケーションプログラム作成のレベルを表すこともあるがその仕事が素晴らしいかどうかということを常に肯定づけし、 価値付けしているというものでなく、単に習慣的にそう呼ぶ場合も多い。バイナリファイルもテキストファイルも、一般的には、使用時にその全体が、アプリケーションに読み込まれ使用されるものであるが、データが大量になれば、一度に全体を読み込むことは、プログラムにとってもハードウェアにとっても、大きな損失となる。そのため、必要な時に必要なデータだけをダイナミックに、 提供できるようなファイルシステムとし、ファイルをより構造化したデータベースが作られるようになった。最近のコンピュータでは、ファイルを誤って、または故意に書き換えたり削除したりといったことから保護する方法が備わっている。マルチユーザー環境では、ファイルパーミッションによって、誰がそのファイルを修正したり削除したり、あるいはファイルやフォルダーを作成したりできるかを規定している。 これにより、特定のユーザーだけが、ファイルやフォルダーを作成したり修正したりできるよう、設定したり、特定のユーザーだけが中身を読めるように設定したり、できる。もう一つの保護機構としてよく使われるのは、リードオンリーフラグを使う方法である。ファイルに対してこのフラグを立てると、ファイルの内容を読み込むことはできるが、書き換えることはできなくなる。 これは変更されたり消去されたりすると困る重要な情報を保護するのに便利でシステムファイルなどの保護に使われる。システムによっては隠し属性フラグも持っていて指定したファイルを通常の手段では見えないようにできる。これもユーザーに書き換えられると困るシステムファイルを隠すのに使われ。ファイルはユーザーから見た概念的存在であると同時に物理的な実態を伴う。 すなわち、実際のコンピュータにおけるファイルには必ず、物理的実態が存在する。多くの場合、ファイルは何らかの記憶装置に格納されている。例えば、多くのオペレーティングシステムはファイルを格納する装置として、ハードディスクドライブを使用しており、最も一般的な不揮発性記憶装置になっている。一時的な情報を格納するだけのファイルは、揮発性のラム上に格納することもある。 UNIX KOS では実際の記憶装置に対応していないファイルも数多く存在する。デブ、ヌルなどデブ配下のファイルやプロクやシス配下のファイルがそれにあたる。これらはユーザーからはファイルとしてアクセスできるが実際には OS のカーネル内のオブジェクトとして存在する仮想ファイルである。ファイルを格納する電子媒体としては磁気テープもある。 他にも書き込み可能なコンパクトディスク、DVD、ZIP、USB メモリなどにも格納できる。コンピュータ側では、いくつかの段階を経て、画面上にデータの一つの塊として表示しているが、これをよりコンピュータ側からの視点で見た場合に、いくつものデータを寄せ集めて一つに見せているもある。ハードディスクはこれらファイルを保存しておくための記憶装置だが、 この中にはトラックやセクター、さらにはクラスタと呼ばれる細かい区分が用意されており、この細かい区分複数個にまたがって情報が格納される。ちょうど難関にも分かれている対策帳編小説のように区分けされて保管された情報はさらに突き詰めればビットと呼ばれる ON オフの関係にある点一致の集合であるが、これらは コンピュータの基礎部分のプログラムや OS のファイルシステムによって制御され、最終的に一つのファイルの形で画面上に表示されている。特に長期間使っているハードディスクでは、コンピュータは情報を書き込む際に、空いている場所に随時書き込むように設計されているが、扱うデータが一定のサイズではないため、何度も書いたり消したりといった操作を繰り返すうちに、 フラグメンテーションと呼ばれる現象が発生する。この現象は、例えるなら、前出の長編小説の1巻が本棚右へ、2巻が左隅、3巻が中央、といった具合である。だが、コンピュータの誤動作等により、この細かい区分を統合するための情報が損なわれた場合に、これら情報を正確に統合して利用者に提供することができなくなる。 全出の長編小説でさらに例えるなら、互換がどこに行ったか見当たらないというような状態だ。このようなファイル破損では、自動的に復旧するツールもあるが、その機能も絶対ではなく、特に OS のプログラムファイルが破損したり、設定ファイルが呼び出せなくなった場合には、致命的な問題が発生する。なおコンピュータのファイルは、基本的に複製を作ることが非常にたやすい。 破損して困るデータは積極的にバックアップを取ることが進められる。非常に重要な情報を含むファイルを破壊するような障害や災害から守るにはバックアップを行う。バックアップとはファイルの複製を作ることであり、それを別の場所に保管することでファイルを誤って削除した場合などに復旧できるようにする。バックアップ方法は様々である。 ほとんどのコンピュータシステムにはバックアップ用のユーティリティプログラムが備わっているが多数のファイルをバックアップする作業は時間がかかる。一般に書き込み可能な CD や磁気テープにバックアップを保管する。同じコンピュータシステム内の別のディスク装置にコピーした場合、元のディスク装置の障害に対しては復旧可能だがシステム全体が火事で消失するなどの災害時には役に立たない。 そのため、本当に、重要なファイルは別媒体にバックアップし、それを別の場所に保管すべきである。コンピュータがファイルを構成し、命名し、格納し、操作する体系を一般にファイルシステムと呼ぶ。ほとんどのコンピュータには少なくとも一つのファイルシステムがある。中には、いくつかの異なる種類のファイルシステムが使えるものもある。例えば Windows では、 MS-DOS の時代から使われている FAT に加えて NTFS があり、最近では後者がデフォルトになっている。ファイルシステムにはそれぞれに利点と欠点がある。標準の FAT ではファイル名は8文字まで、それに加えて拡張子が3文字で空白文字をファイル名に含めることもできない。これに対して NTFS ではもっと長いファイル名を付けることができ。 空白文字も使える。例えば、NTFS では、ペイロルリコーズというファイル名を付けられるが、FAT では、ペイロル、ダットなどとなる。ただし、FAT にも長いファイル名を使える拡張が存在する。ファイルマネージャーとは、ユーザーがファイルを直接操作できるようにした、ユーティリティプログラムである。ファイルやフォルダーを移動、作成、削除、解明できるが、 ファイルの中身を完全に閲覧することはできない。コンピュータシステムにはほぼ必ずファイルマネージャーが存在する。Windows の場合は標準の Windows Explorer がよく使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。